play。証拠を隠蔽していく。いや、甘えないでって。さすがに一の儀で死んだら泣えるわ。さすがに一面の死は許してくれ。辛いわ。お、438いいね。次はちょっとさっきみたいな事故はもう起こさないから。てか起こしたくない。勘弁願いたい。ああ、待って。お、お、待て、ちょっと待って。これ普通に土管に行けば戻れんのかこれ。まあ、こっちの方が早そうだし、こっちでもいいか。ここは怖いからもうあの下手に羽ばたきやめとこう。危ない。2回目の投資の面白さ出てるわ、このゴールドラッシュ。理論値が簡単に縮まっていく、この2回目の投資の面白さが出てきてる、今。2回目の投資が一番面白い、このゲーム。RTA。
あ、いいね。マイナス7秒もついてる。やばい、投資の面白いとこ出てるわ。フラワーが怖いから、ここはおとなしくしてよ。嘘やん。マジですか。あ、次死んだとこだ。今日は死なないからもうこれ。3枚目これ普通に無尽だよな、ここは。よしよしよし。オッケーオッケーオッケに、この葉あるんだろう、これ。メモにこの葉とは書いてるけど。あ、でも、ルーレットか、ルーレット。あ。クソ、クソ無駄なことしちゃった。この辺どこ入ってんのかな。目押しでできるもん。さっき目押しでやりましたよ。それで目押しで取った。あれなんかこの辺倒したらなかったっけ。この辺のなんかね、キラーちょ、ごめんなさい。踏んだ方が早いけど、ちょっと安定のためにちょっと、まあ、踏まないでおこう。あ、まずい。よくない、そういうの。もう、マジかよ。
3の1ってどっかいなかったっけ。あそこにあるか。この木の葉あるわ。ちょっとミスったら木の葉の場所を調べながらやろう。じゃあここ一応木の葉なくても生きるっちゃ生きるんで確か。あーでもこれ取れるかな。あーちょっときついかも、この葉ないと。これやれなかった、プロペラ違うか、崩れちゃったな、これどうしよう。崩れ崩すのよくないんだよな。あまずいそれ。ちょっと待って、しゃあないな、これはここだけスキップしてどっかでリカバリー取るか。この辺にあったんですよ。あれだなぁ、ダメだな。よし、どっか、もしこの葉なくなったらどっかのタイミングであれだな、あれに帰るか。この花になったらどっかのタイミングで2のあのキノコハウスに行って取ってこよう。本当に必要になったら。ここであのこのうつぼにぶつかってしまって、ここちょっと安定で。
いや、プラスついてんな。あの、ここ確かさっき一回死んだから、ここでまたプラマイナス作れるかな。頑張れば。レッツゴー。いやー、あーもう危ない。あ、マイナス1秒ここさっきこの葉あったんで、さっきここ確認したとこで、ここはここで取れる1個、ここと、ここを逃したらもうここからしばらく、しばらくないわけじゃないか、一応ミステリーハウスにあるか、ここね。あぶねえ、チョロボ。よしよし、いいね。ここもさっき結構でかいロスやったから、ここも短縮ポイントに1個かな。あぶな、胸のこの、ちょっと待って。あぶろ怖い。ちょっと待って。なんでこいつ踏ましてくれねえんだけど。おお。
あ、取っちゃった。せっかく回避したのに。え危ないって。だからマジで、4の1。いや、待って、ちょっと待って、これはダメ。そんな序盤で食らうのはダメ。私にいらない。目減らないの。ヒントって、マジで開いてきゃっからな。ダメだと思う、この姫。マジで。すごい、1枚取り逃してなかった、今思ったけど。そうだね、1枚取り逃してるよな。どっから1枚取んねんできない。どこで取れっかな。多分大体、多分最後までにどっかで取れれば、このチャートだと大丈夫だったはずだけど、忘れないし、どっから取ってきたいな。じゃねえわ、待って待って、道迷っとるって。プラス8秒。
こがマジで怖いんだよな。やば、マジか。おーは。クソもったいねえ。まあでもこの5で一応手に入るからそこまで我慢だな。なるここもちょっと怖いからなるべくあれだな、あれ使わないでいこう。この葉はストックないうちは使わないと思う。こういうことになるからもあ、これ取るか。ん？違くね、これこれこれスターコインじゃなくね？ちょっと待って、違う。スタコちゃう、スタコあれだわ、あの、ゼルダだ、このスタコって。やべ、やらかした。ただ、普通に無駄な10秒間過ごしただけ、今の。いや、無駄な時間を過ごしたよ。これででもマイナス1分か。どこで取れっかな、どっかで取れないか。やば、待って、まあでも月で一応一個手に入るけども、死んで大丈夫かなこれ。行くか。なんでその程度の段差なんで登れないのこいつ、マジで。ジャンプ力長すぎだろこのマリオ、このゲームの。
どうしよう。とりあえずプロペラちょっと不安だから取るか、これ。どうしようかな。いや、そこまでしなくてもいいか。プロペラじゃねえや。木の葉だ、木の葉。タヌキだ。タヌキ不安だから取ろうかと思ったけど、そこまでしなくてもいいかな。とりあえずは。次ちょっとあれ欲しいかも。次ちょっとこの葉欲しいかもだけど、50個危ねえな。これ2個取り逃しちゃダメなんだこれ。チャートショー結構ギリギリだな。ここはでもそんなに飛んでるってのはあれ、速度つけてるってこと。斜めに速度つけると、まあ、ビクトリングっつって、このゲーム斜めに速度つけるとすごい速度出るんですよ。なんでか知らないけど。あの、3D ワールドとかオデッセイとか今あるけど、このゲームめっちゃ速度つくんですよ。斜めに角度つけて、あえて幅飛び上げると。結構簡単にできる。危ないかな。ちょっと、まあ、もう使う機会ないかな、ちょっとベクトリングは。多分。普通になんかちょっと見返してもらえれば多分。角度斜めにつけて飛んでるから。七瀬来た。おはよう。さっき走ったっけ ?1 時間23だった。めちゃくちゃ下ったけど、特に最後の、どうだっけ ?8 の6で、あの、4分半ぐらい持ってかれたけど。スイッチに弱すぎるけど、なんで、そしたらなんでこいつこんな弱いのにスイッチ押しておいてるのか、なんで納得いかない。理解不能すぎる。ここのリオン値バグってんだよ。こんなリオン値早くないし。6の2ってどこだ。あれか、あのなんか砂のなんか洞窟か。タヌキの着ぐるみ着た26のおっさんこんな歌ってたら怖いって。だからこんな夜遅くに。あのここあれがルーレットあるよな。でも確か、あ、下手くそ。ダメ。ちょっと待って、危ない危ない。角度が
あ、ちょっと待って、ここちょっと、ここであれ取るか。あの、2枚目。実は2枚目取れ、1枚取り逃してて。これ取っちゃおう。あ、違う。なんか取れちゃった。ここじゃねえな。こっちか。これ、ここだ。ここ、ちょっと手紙の勘だ。気になかったなかった。7の1とかでも取れるの確か。リカバリーのスタートとかに言ったら。いや、七瀬、このゲームリカバリーむずすぎるんだよな、七瀬。やばいわ。リカバリーが鬼むずい。マジで。危な。頑張れ。この花の場所も全部覚えなきゃいけない、これ。すげえむずい、マジで。普通に 3D ワールドの方が楽だったもん、ゲームよりも。危ない危ない危ない。なんか随分遅いな。ちょっと最初下ったけど途中。こう。なえるって、それは。どっから出てくるの、これ。え？どっから出てくるの？そこ？どういう動き方してんの？こうか。あ、やっぱ 3D 機能初めて使えた。RT で初めて 3D の機能使った。やべえ、もうマイナス1分なくなっちゃった。
ハウスの区間いらないな、これ。取り忘れるし、変わらんし、時間待つだけだから。いらないな、これ。消すか。終わったら。こいつほんまキモい。危ない。オッケー、帰ってきた。飛行船。ちょ待って、お前は何をしてんの。ちょっとやり直してこれ。この歯あるやんけ、ここに。無駄してなかった。普通に時間無駄にしちゃ。プンプン戦。ワンワン。あそこあれかん、ローリングとかで行きたりするのかな。ちょって。このプンプンってローリング、プンプンとかブンブンでローリングで攻撃できるのかな。3D ワールドだったらいけた気がするけど、どこでしんのこれ。ここか。めっちゃキモい、この手紙まして。ピョンピョン跳ねてんじゃねえよ。
ゴー。危なOK。 おいいね、42秒つくね、ゴールド。あぶね、攻めた今の。いいえ、ちょっと待って。7の5ってどこだ？リーフ、ちょっと調べないとわからん。中間後の箱、ありがとう。リスナーに教えてもらっちゃってる。走者だけど、日本2位だけど。面目ねえ。ありがとうございます。中間後の箱。中間後？これか。オッケー。ありがとうございます。あ、結構2個あるんだ。ちょっと木の葉の場所全部把握しときたいな。これ木の葉なくなったらマジでこのゲーム終わるわ。ちょっと。みんな終わったら裏で調べとこう。木の葉の場所全部まとめとこうとして。魔のアイテム出てきた。あんなん取っちゃったら、あんなんだったら人生終わるわ。危ない危ない。
危ない、スパナ危ないって、やめろやめろやめろ、あ、ローリングいけんな。ブンブンは初手ローリングでも良さそうだな。ブンブンとブンブン大体。やばい、やばいことした。マジで、まあでも8の1はすぐ俺を分かってるから覚えてるから、あのこの張る場所そこは大丈夫。8の1、8の1下んなかったっけな、どっかで下ってないか、あ下ってはいるな。でも多分この辺のスターリッポに取るのなんかミスってそうだ。あー危ねえ、ナイスリカバー、あ危ねえ、この取ってなかった俺。よし、23秒8の2っすね。8の2もね、あれ8の2そんなに立ってなかったかな、まあ、ちょっとアプローチミスってたけど。ここは普通にあの掴んでいくことにした。安定しなかった、なかなか。お？お？ですってよ、奥さん。目目つけられてるよ。
8の4。3D ランドは子供の頃に記憶残してたからすごい走りやすい、ね、自分でも、まあ、なんか走りやすいって言っても、まあ、待ってやばい危な、走りやすいって言っても基準としてなんか覚えやすいってだけで、走りやすいかどうかはちょっと別だけど、まあでも短いからまあおすすめ、まあ記憶があるんだったらおすすめとおすすめなのかな。時々俺なんか 3D ワールドって言ってさっきからなんか。おっちゃんやってんだな。私このゲームは日本人人口少なすぎるから、走ってくれたら嬉しいな。なあ、7000。ははは。この七瀬ゆうひさんも大変お喜びだよ、これは。俺には。お待ちしております。囲われた。まあ。でも、まあ彼に聞けば、彼いっぱい知識持ってからこのゲームの。頑張ります。休憩時間。やばい、あ、これまずいぞ。あーは、中間取ってないよね、これ多分。うわ、取ってねー。届かねえことあんのか。いえ、気をつけねえと。ちょっとこれがちょっとこ。ステージ1個分ロスったのこれで、マジか、本当に。あー待って、まずいよ、もうなんでそうなるのマジで。ねえ、ジャンプしたって、まあ、中間取ったから、まあ、ロスはまあまあ小さめですんだけど、さっきよりは小さいけど、でもいやきつ、あっちの子プラス2分ぐらいいきそうなのかな、ペースいくから。
あぶね。1分40秒ぐらい。はあ。ミスが多い、まだまだ。知識ゲーだ、このゲーム。知識が足りねえ、まだまだ。あ、鋭くされた。3D ワールド、3D ランド奏者が集まってきてる。バーボン。こんにちは、お疲れ様です。自暴自棄の時間。いや、3D ランドむずいっすね、マジで。なんか、その、タヌキがないとそもそもこのゲーム成り立たないし、だから。3D ワールドだったら、なんか最近、スイッチ版だったら、まだタヌキなくても、ねえ、木の葉があるし、そもそもキャラクターの性能もいいから、あ今年の運使ったかもしれないです。もともとキャラクターの性能もあんま良くないし、タヌキ以外のアイテム正直全然強くないから、タヌキが成り立たないのかむずいっすね。斧来ましたね、金の斧。走ります。やったぜ。普通にマリオ奏者が増えてくれるのは嬉しい。3D ランドにかけてもマリオ奏者が一人増えてきた、増えたっていうのはなかなか嬉しいことです。その日大丈夫？よくわかんない？入んない？あぶね。このケージがめっちゃ邪魔、マジで。いた。痛い。ジジイ。ドン。マジで痛そう、これ。いつも見てて思うけど。本当に痛いと思う、それ。見てて痛々しい。謎冬、あれは多分、あれですね、ケツ燃やして飛んでるやつ。ケツ燃えてくから。さっきの勝ちの後のロス取り返してる。ここ8分11ですね、この区間。ここも巻き、めちゃめちゃ巻きますね。
ケー。ここがマジでやばい。1個しかこの歯がないからすごい苦手。こっちから行くんだ。ここがさっきこの辺ですげえ沼ったんですよね。この歯がなくなっちゃって取れるかな。このあーもうなんなのマジで。いやもう本当に勘弁してまして。勘弁願いたい。ここ古すぎるでしょあそこ。でさっきここでこの歯なくなっちゃってめっちゃ沼った。一回死んだけどまあしゃあないな。うん、これでも5分40間に着いた。次の更新ポイントでいうこと、ここは86は。ここは負けないかな。この歯でも前回あったか。そしたら負けないか。ちょっときつそうだな。ゲームって移動してるオブジェクトの上に乗った時に感性つかないんだね。もうちょっと前に下がってるかもしれない。64とかサンシャインみたいに感性つかないの。ギャラクシーとかはつくんだけど、ワールドは忘れたけど。ここが鬼むずい、マジで。OK。ここが今のところが本当に難しい。これでもう終わりですね。ラスボス戦わないんで、最後ピーチのところで落ちなければ。113ジジ、ありがとうございます。ジジ。
ラスボス倒してないのに獅子が流れ始めるこのゲーム。長く苦しい戦いだった。じえなんかこれ違うあ、じいちゃんありがとうございます。113じいちゃんありがとうございます。やっぱ強かったですね。大吉あ、じいちゃんありがとうございます。そう、クッパも羽あれば助かったんですけどね。なんかあいつ羽持ってなかったんでだいだい吉 TG ありがとうございます。とりあえずなんとか自己ベ出ましたね。2回目の投資でした。113です。うんち、いやでも、ちょっとまだまだ勉強不足なんで、これはちょっと裏で勉強を進めておきます。このゲームは明日ももしかしたらやるかな。このゲーム1週間2週、まあ、昼か夜かは分からないけど楽しいで。あ、死んだダブです。じゃあお疲れ様でした。レイド飛ばして今日は終わります。ニセトロの配信初めてだったけど今日うまくいきま、なんだかんだいったんじゃないか。うまくそんなにトラブルとかもなかったと思うし、まあ、ちょっと自分で見返してなんか音でかかったらちょっと直したいと思います。はい、じゃあお疲れ様でした。今日レイド飛ばせる人いなくねえか。ほぼいない気がする。なんかいつも同じ人ばっか飛ばしてるような気がしてあれだけど。まあいいや。まあでも、この人飛ばしたことないかな、この人に対しては。もらったことはあるけど飛ばしたことない人がいるわ。じゃあ。はい、じゃあお疲れ様でした。Help me.